おいだ、おっしゃおっしゃおっしゃおぉめっちゃ起き上がる起き上がる、うぅディーズケンシルフィッシュです。ウイダの影から飛び出てきました。丸飲みディーズケンシルフィッシュ丸飲みしてます。完全に仲間に入ってる。このペンシルベイトには3つの特徴があります。1つ目が非常に小型なペンシルであるということです。2つ目は一定のドッグウォークアクションが起こせるということ。そして3つ目が浮力の抑えた設定になっているということです。1つ目の特徴の小型であるという部分に関してのメリットなんですけれども、非常にバスに見切られにくくなるという点ですね。クリアウォーターであったりちょっとトップウォーターには出にくいなっていうような状況においても表層までバスを出せることがある。それが1つ目の小型であるという部分のメリットです。2つ目の一定のドッグウォークアクションが起こせるといった部分のメリットなんですけれども、バスという生き物の特性として一定の動き、常に一定の動きをずっと繰り返すっていうものに対して強烈に反応する場合がある。おっしゃ、このペンシルベイト、左右対称の規則正しいアクションが非常に特徴となっているので、そのバスに反応させやすい動きを非常に演出しやすくなっています。3つ目の浮力が抑え気味になっているという部分では、高速のアクションでも動きが破綻しないという特徴があります。これによってバスに見切られることなくバイトに持ち込むことができます。特にクリアウォーターのフィールドで効果を発揮するルアーだと思います。トップウォーターで釣ったことがないという方にもぜひ使っていただきたいアイテムになっております。あ、来た来た来た、出る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 、おや、マッシャーだ、マッシャー追ってきた後ろから、おー引く、おー引く、おー引く、水ペンシル、ちょっと低気圧も出てきてるのかな、セットタイプ、おや、おっしゃ、おっしゃ、でかい、でかい、頼む、あーでかい、頼む、あっしゃ、来たよ、じゃあ引くやつ楽しいね、トップウォータースティーズペンシル。